皆さんこんにちは。仕事の楽しさ伝えます、チャースが就活。今週の担当は伊波香織と、はい、うるま市グッジョブ連携協議会の松本磯谷です。よろしくお願いします。伊勢谷市3月に入りまして、はい、もう卒業式とか、はい、あと中学校が今週の土曜日だったかな、日曜日だったかな、はい、にあるということなんですが、あ、中学校まだなんですか。そうなんですよ、卒業シーズンですね。あ、受験が最近ありましたね、うん、高校受験がありましたね。自分の中で大学もあったかな、あれですね、卒業式の後になんか受験があった覚えがあるんですけど。そうですね、あれ2時ですか。2時かもしれない。あ、2時ですか。ちょっと勘違いしますね。大体センター試験とかね。ちょっと2時と勘違いしますね。でも今県外の大学もね、あの卒業、はい、入学の方々の手続きなどでね、はい、結構パタパタしてるみたいで、今、はいはい、何あれ、家、お引越し屋さん、引越し、はい、すっごい予約みたいですね。あ、引越し屋さん、しかも、うん、あれですね、今の時期だと値段もだいぶ倍、うん、何倍以上になんか上がるらしくて、ちょっと、しかも短期間でやっぱり予約が殺到するみたいで、うん、はい、うん、結構ね、稼ぎ時って聞きました、引越し屋さんね、今の時期は、はい。もう忙しいね、日々を過ごしている方も多いと思いますけれども、はい、この1時間ですね、ちょこっとお付き合いいただければなと思います、はい、この番組はうるま市グッジョブ連携協議会の提供でお送りいたします。はい、この番組は FM うるま、石川赤崎スタジオから生放送でお届けしております。番組内ではリスナーの皆さんからの、リクエストと、ですね、番組内で行っている川柳コーナーの川柳の方を募集しています、はい、でですね、今月のテーマがですね、はい、ですね、あれ、なんて言ってましたっけ、選手、なんだっけ。テーマが、はい、ですね、なんて言ったかな、ちょっと思い出したらじゃあお伝えします。思い出す、すぐ思い出すね、すいません、ちょっと、はい、はい、でですね、E メールアドレスが 868@fm-urma.com、ファクシミリの方は 098-965-4868 までお寄せください。また FM ウルマの、ホームページの方からもアクセスできますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします、はい、今日はですね、スタジオにたくさんの方々が入ってくださっておりますけれども、はい、簡単に自己紹介お願いしましょうかね。はい、じゃあどちらからいきましょうかね、こちらからいきましょうか、こちらからいきますか、はい、はい、よろしくお願いいたします。極真会館沖縄県支部うるま緑町道場の指導員をしております、照屋明人と申します。よろしくお願いします。照屋さん、よろしくお願いします。そしてお隣は、はい、うるま市グッジョブ連携協議会の、モジャです。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。そして、あ、はい、いつもの出会える就活サポートであるの前藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近ですね、暑くなったかなと思ったらまたちょっとね冷え込んできましたけれども、うん、はい、いつもあの前藤さんのあのカーディガン、はい、かっこいいなと思うんですよ。男性のカーディガンもいいですよね。 ありがとうございます、はい、これどこだか島村だったから。あのジャケットじゃない姿もいいなと。はい、ありがとうございます。はい、調整可能なようにしてますので。今日はこのメンバーでお届けいたします。はい、早速なんですけれども、今あのご自身で極真会館沖縄県支部うるま緑町道場の指導員、はい、はい、ということで照屋さん、あのご紹介いただきましたけれども、はい、要するに空手をされている、ね。そうですね。極真空手の方をしておりまして。はい、はい、もうこちらは直接打撃性のフルコンタクト空手と申しまして、はい、はい、もう熱い戦いが今基本なんですかね、男のイメージってあるんですけど、やっぱり女子の部もあって、はい、はい、女性でも皆さん戦う形で、はい、盛り上がっております。なんか空手のイメージっていうのが型の演武っていうようなイメージが強いんですけれども、ね、今おっしゃったのはもう実戦形式の、そうですね、実戦組手の空手の方でございますね。空手って本当すごいなと思うんですけど、ありがとうございます。怖くないですか。そうですね、やはり最初は怖いっていうのがみんな大きくて、やっぱ子供たちも最初は子供もみんな怖がって、はい、うわこんなこと自分やりたくないってのもあるんですけど、やっぱりだんだん慣れってすごいなと思いますね。だんだん子供たちもハマっていくんですよ。それでやっぱ
こう空手を始めてまた勝つこととかも、はい、勝った喜び負けた悔しさとかも覚えたりして、もともと精神的にも、まあ、礼儀正しさだったりも全て学べるので、はい、本当にいいスポーツですね。大事ですよね。なんか今の子なんかちょっとあれなんですね、なんかちょっと前までゆとり世代って言われてて、で特に礼儀がわからないと。そうですね、礼儀というよりも挨拶ができないとかね、もう最初からちょっとあの人見知りをしてしまう子っていうのが多いかなと思うんですけど、やっぱりもう空手は礼に始まり礼に終わるんでしょうか。ああ、もうまさに素晴らしいですね、それですね。やった、さすがよく知ってますね。やった、さすがですね。これどこぐらいから礼に始まるんですか。もう車降りた時から。そうですね。どうぞ入る時ぐらいじゃない。車乗る時もやっぱり車にお邪魔します。やっぱり出る時ありがとうございます。はい。すごい。もうものすごく空手やってる人挨拶見たらものすごくない直角まで頭下げて。本当本当で。それ本当に挨拶大事ですね。直角まで。なんか私のイメージなんですけども、空手の型とかを見ると、どちらかというと防御のイメージがあったんですね。そうですね。攻撃を、まあ、防ぐじゃないですけど、そういった方が多いのかなと思ってたんですが、これ実際に、試合とかをする際に攻撃が多いのか防御が多いのかどちらが多いんですか。そうですね、やっぱ型ももともとは、まあ、個人でこういろいろ動きをするんですけど、やはり相手をこう見据えての動きなので、一つの防御一つの攻撃みたいな感じをやってて、やっぱもうそうですね、受け返しがやっぱ大事、本当に攻撃も大事なんですけど、やっぱり自分を守るために防御の大事でして、はい、肩も一つ一つやっぱりそういう動きがあるので、はい、そういう風にまた見たら肩もまたもっと面白くなるので、そうですね、はい。ちなみにテリアさんはどちらから始めたんですか。肩の方から始めたのか。そうですね、まあ、自分たち極真会館は両方やるので。はい、すごい。じゃあ最初から両方。そうですね、最初から両方で、でまた結構これがすごいんですけど、なんていうんですか、肩が上手い人はやっぱり組手も強くて、で組手が強い人はやっぱ肩も上手いって言って、もうこう比例してるんですよ。じゃあもう常に相手敵がいるのをイメージして動いてるっていう感じなんですかね。なので常に本当に組手だけ集中するのではなく、やっぱり肩もできないと、組手が強くてちょっと肩ができなかったら恥ずかしいっていう気持ちも思いながらやってますね。不思議。なんか実践の方だとなんとなく感覚だけで動けそうな気がするんですけど、確かにそうです。実際にその、まあ、戦っている時にこの肩っていうのって重要ですか。はい、重要ですね。そうなんだ。やっぱ考える人は組手の試合なのにアップでは肩をやって体を温めて試合に臨む人もいるので、やっぱ大事なんだな肩もってすごい思いますね。面白いですね。面白いです。すごい。今ちょっとだけしか話聞いてないのにすごい面白い。よかったです、ありがとうございます。ちなみにモージャーが大学時代に同級生だったということで、はいはい、どんな学生だったんですか。テリアさん。そうですね、沖縄国際大学で一緒同級生だったんですけど、はい、まあ、ひょうきん、一言で言えばひょうきん。ひょうきん。まあ久しぶりに聞いたの。いつもふざけたことばかりやってるんですけど、ただ上下関係とかやっぱり空手やってる分、僕は2校下と一緒に同級生で歩いてたので、敬語使わなくていいよ運動っていうのやってたんですよ。そうですね、ありましたね、はい、敬語使ったらなんか罰ゲームなみたいなのをやってて、ほとんどみんなタメ口で喋ってたんですけど、やっぱテリア君は、地元の後輩でもあるので、そうですね、ずっと最後まで唯一敬語を使い続けてたっていう。罰ゲーム食らってもいいんで敬語だけはやめられない。敬語はやめられないから、ね、そこにもやっぱ空手道の精神があるんだなっていうのをやっぱり思ってて。そうですね。で、ひょうきんで、見た感じもね、すごく温和な感じなんですけれども、空手をしてってすごいんですよね、実はね。そうですね、実は肩書きをお願いします。お願いします。そうですね、過去の話になりますが、はい、そうですね、過去に、中量級の階級別なんですけど、はい、全日本大会で優勝して日本一になりまして、日本チャンピオン、はい、ありがとうございます。すごい。
チャンピオンですでそれでまたたまたま翌年その全日本優勝した翌年が世界大会が4年に1回に開催されるんですけど、はい、でそれとも被りましてたまたま優勝して、うん、その出場権を得て世界大会の方にも出させていただきまして、はい、それはどこで開催されたんですか。富山県、うん、日本なんですよ、世界で日本なんですけど、日本なんですけど、まさかの富山なんですけど、ちょっとアメリカとかそうですけど、まさかの富山なんですよ。富山がローマ字で出てきた富山に世界各国の外国人が住んでます。すごい。富山大騒ぎでした、ね。沖縄ではまあ普通に軍都があるの で、ね、外国人が歩いてても普通じゃないですけど、富山に外国人がいるだけでもう街中大騒ぎでして、でそこで、世界大会無差別級なんですけど、はい、今度はもう1回戦が100キロとかと当たるのがザラにある、それで、まあ、5位になりまして、世界5位、そこで5位になりました。すごい。この100キロ級とかだけど、テルヤ君は何キロ、何センチ何キロなの。僕は170センチの77キロですね。じゃあ、はい、まあ、体格的にもそれほど大きくない方に入るんですかね。もう表彰式でずらーって8人ベスト8が並ぶんですけど、うんうん、自分がもう明らかにちっちゃくて、でもそれでもやっぱり、まあ、中量級でもなんていうんですか、うん、無差別で通用するんだよっていうのを一応証明できたかなっては思いますね。すごいね。すごいよね。この階級は柔道みたいにまあそうですね、バラバラなんです、はい、軽量級、中量級、重量級ってありますね。あ、じゃあ細かくはないです。あ、そうですね、もう本当に3つに分かれてて、で軽量級が65キロ未満、で65キロ以上の75キロ未満が中量級になりまして、75キロ以上はもう全部重量級になりますね。じゃあもう100キロ超えてようが、そうですね、重量級たちは100キロ超えた猛者たちが会場をうろちょろしてます。20キロ以上の差ってやばいよね、実際は。ですね、もう大人と子供ぐらいの差があるんだよ。そうですね、もう旗から見ると、また空手着るとまたよりでかく見えるんですよ、大きい人が。はい、もうあんなね、体格大きい人たちとやってて怖くないですか。最初構えて初めて並んだ時に、うわーでっけーでも自分が入り込んでも結局相手の胸に頭がつくぐらいなんですよ、顔見上げるぐらい。うわでっけーと思って、まあでも小さい人は小さい人なりに動いて、動きまくってでかい人が追いつけないぐらい動いて、まあ僕がよくやるのはやっぱ相手大きいので、フルパンチで鎖骨を殴ることができる。鎖骨痛い。フルパンチ鎖骨。で、極真空手のルールとして顔殴ったら反則なんですよ、はい、でそれでやっぱりでっかい相手は逆にちっちゃい相手がやりづらいっていうのもあるんですよ。なるほど。わざと殴らしに行くっていう方法もあるんですけど、相手の嫌がることをして、はい、で自分はもうどんどん鎖骨を殴る。そうですね、鎖骨が痛くないですか。殴る方も痛くないですか。殴る方も痛いですね、まあ、手はそこまでなんですけど、足がやっぱりもうすねが腫れますね。はい、もう練習の時から腫れたりします。そうですね、練習の時は基本自分はサポーターしてるんですよ。でサポーターでまあ全力でやってて、やっぱり試合ではもう素手素足なので、もうそうですね、もう素手素足の感覚も途中から分からなくなって、もう体がバカになるんですよ、痛み感じない、痛み感じなくなります、今までで。じゃあ一番やばいなっていう、やばいもありました。そうですね、今まで一番やばかったのが死んだなっていうような、もう世界大会のやっぱり準々決勝で僕倒されたんですけど、スペインのチャンピオン無敵艦隊なんですけど、すごい大きい人想像しました。この人はまあ、名前で言うとジョナタン・キネオって言うんですけど、僕らが小学校の頃から大人でめちゃくちゃ強かった、僕が小学校の頃からもう大人で活躍してる人で、レジェンド、レジェンド、そうですよ、レジェンドなんです、憧れの人っていうか、そういうイメージになって、でまさか世界で、まさか自分が当たるとは思わなくて、でも
まあ正直言えばもうずっとビビってるんですよ。YouTube のハイライトシーンとかあるんですけど、みんなかかと落としてた。すごい。で、案の定上ずっと警戒してたら、えぐいパンチが溝打ちに入りました。で、その後えぐいローキックが来ました。なんだこの鉄人は。1分半持たなかったです。そのまま倒されたという形で。もう立てなかったです。でも基本テレアクもあれだよね。あとは強いんだよね。防御っていうか。そうですね。防御に自信はあったんですけど。やっぱレジェンドの前で。やっぱレジェンドの前で。見えなかったです。パンチを受けても手が長いので溝落ちに届くんですよ。でも試合中にどうしようっても考えることもできず。また外国人の応援はまたすごいので、ちょっと飲まれたってのもありますね。全然違いますね、そうですね、あっちがアウェーなはずなんですけど、結局ジョナタンはスペインの人なので、うん、チームスペインじゃないですか、でも世界的に有名な人なので、もう各国がジョナタンを応援するの で、で、あっちも日本でアウェーなのをどうにか盛り返そうとして、会場がすごいんですよ。なのでジョナタンに何かがあった時はすぐ会場からブーイング来ます。それはもうジョナタンは本名でしたね。そうですね、ジョナタン・ティネオで本名で、もう38ぐらいになると思うんですけど、本名で。まあ、かわいらしい名前ですね、ジョナタンって。熱いです。じゃあ、気絶とかってしたことあります？気絶はそうですね、ちょうど去年の6月に、はい、顎に上段膝を食らいまして、目開けたら、空でしたね。やっぱ気絶すること本当あるんですね。なんですかね、もう脳が揺れて倒れて、自分もどんなして倒されたかも覚えてないんです。で、試合終わって人から聞いて、やっぱあそこ狙われたね、バランス崩したところって言われたので、もう自分バランス崩したんですかっていうので、改めて動画で見て思うんですよ。もう本当膝からガクンって落ちて、もうそうですね、パッタンみたいな、もうそのままですね。で、また相手の膝もなかなか見えないんですよ。上段膝蹴りが一番怖いです。へえ。気絶した後って、はい、30分前後ぐらいの記憶ってないんじゃないですか？いや、結構すぐ、あ、でもない人はないです。あ、そうなんだ。僕の場合はもうすぐ3分後ぐらいには正気に戻って、で、まあ最後舞台から降りる挨拶しないといけないので、すぐ立とうと思ったんですけど、はい、で、立とうとしてもやっぱフラッてなって、本当に泥酔状態みたいな感じになって立てないんですよ。そういう感覚なんですね。そういう感覚です、だから痛みはないんですよ。気づいたら、まあ、空見上げてます、医者に顎掴まれてて、これが一番痛いんですけど、受けられたのはもう離してくださいって言いたいんですよ。大丈夫ですから。あ、でもマウスピースとかはやってるんですよね。これはもう自由ですね。つけてもいいですし、つけなくてもいい。なんか要は口ガンってやるときに舌とか、そうですね、挟んで切れたりとかしそうだ。ありますね。もうこれは自由ですね。あ、そうなんだ。自己責任。はい。ああ、よくなんかマウスピースつけた方が力が出るってなんか聞く。そうですね、なんか歯を食いしばる。でも自分はあんまりマウスピースが好きじゃないので、口に何か入ってる状態っていうのが嫌なんですよ。なんかみかんの皮くわえながら逆に気が散るみたいな。逆に気になってる。そうなんです、気になって気が散ります。あ、面白いですよ。はい、逆にじゃあ空手やっててなんか良かったなっていう部分ありますか？あ、そうですね、あ、でもやっぱり本当に礼儀正しいことを、まあやっぱり先輩とたちとの触れ合いとかもあるので、はい、やっぱ上下関係もしっかりしますし、うん、では挨拶もできる、もう挨拶できて損はないと思うので、だから本当にやっぱ保護者でも、まあ、強くしたいっていうことで生徒を入れる人と、でもやっぱり精神的に礼儀とかいろいろこういうのを鍛えてほしくて道場に入れる人もいるので、自分はどっちかというとそっち側だったんですよ。だからもう人に優しく自分に厳しくできるようにということで。空手はいくつからスタートしたんですか？僕は小学校2年生なので8歳ですね。スタートとしては普通ぐらいですか？そうですね、僕、小学校2年生で体重40キロありました。すごい大きかったんですね。すごい横に大きくてですね。今言ってしまう、今小学校6年生の時と体重一緒なんですよ。すごい丸々太った
自分でも写真見て可愛いなと思う。これはあの友達からの紹介というか、そうですね、友達が幼稚園からやってる友達がいまして、でこの子はまたもう幼稚園1年生2年生と県大会チャンピオンで九州までチャンピオンになってて、でやっぱまあ体格見て自分誘われて一度見に行きまして、でやっぱ空手の先生も見に来るぐらいだったらやれと。その場で、はい、もうその場でやって、でもあなんか最初はやっぱ興味本位で面白いなと思って、でそのまま入りまして、でそのままもう気づいたらずっと続けてまして、はい、何かそれ以外にスポーツとか部活とか入ったことあります？あ、そうですね、高校の時はラグビー、石川高校でやってまして、ラグビーやってた。そうですね、3年間は空手から離れてラグビー行きましたね。また団体競技っていうのもやってみたくて、でまたラグビーというまた熱いスポーツが巡り合いました。また体も活かせますしね。そうですね、あそこで痩せたんですよ、そこで痩せて今小学校6年生の体重を、そうですね、小学校 6年で75ぐらいあって、飛び箱5段飛んだらみんなから拍手が来るマット運動で後ろ回りができたらあの拍手が来るでもこのまあ言ってしまえばデブさんあ、そうです、こういう子って基本あんまりスポーツとかなんか嫌とか、なんか苦手意識とかね、ありますね。すんなり入っていけたの空手に対して。そうですね、もう空手に対してはもう本当にあ、もしかしたらこれ自分の体重を生かすスポーツが出たと。まあ相撲ではないんですけど、みんながちっちゃく見えるんですよ、やっぱ同級生とかが。で自分が突進したら相手はずっと下がってくれるんで、なんでこれで勝つじゃないですか。でこの喜びを覚えてしまって、でもやっぱ5年生ぐらいから自分よりでかいやつが出てきて、でちょっと勝てない時期もあったんですけど。じゃあ結構いいのかもね、あの走る、もうめっちゃ走るようなやつとかに比べると、比べるとデブでそのまま大丈夫デブでよかったな、デブでよかったですよだからもう相手からしたら小学生って結局もう見た目でビビってしまうところがあるので、あで対戦者同士椅子に座って隣見るとうわ何だこれでっかって思わせて最初からビビらせるっていう方法を、そうですね、空手やっててよかったですそのラグビーは3年間やってて、はい、また空手に戻ったじゃないですか、はい、そのきっかけとかっていうのはあるんですか？あ、そうですね、いやもう元々やっぱり空手家は離れられなくて、で、まあ、でもラグビーやった時本当にラグビーにハマりまして、うん、でやっぱりラグビー終わって、でもうちょっとは遊びたい時期もあるじゃないですか、あの部活終わってもう学校終わってすぐみんなで遊びに行きたいんですけど、多分あの、まあ、花園予選が終わると引退なんですよ、はい、なので大体11月ぐらいに終わって、ですると、まあ、多分新聞で空手の先生が記事を見たんですかね、で僕それまで連絡しなかったんですよ、ちょっと遊びたい2ヶ月後だもうすぐ電話来ましたお前終わっただろうと、今すぐ道場に来いと押すと押すと、また素直に、そうですね、久しぶりに押すを使って3年間押す使ってる感じですそれまでは少しなんか逃げてたの、このラグビーするからちょっとっていうのをなんか言ってたのでもいやそうですね、先生たちも、まあ、ラグビーも本当にいいスポーツだということで、まあ、いいよやってもっていう感じだったんですよ、で最初は本当に両立させようとしたんですよ、ラグビー夜終わってて夜から稽古行こうとしたんですけど体力がもう持たないので、でそれでもう入ってしまったらまあちょっとやりたい、もうすぐ空手あるからやめますとかではなく、ちょっとラグビー3年間はやりたいですってことを言って、でまあ先生もまあ戻ってくることを信じて、もう絶対戻ってくるとは思ってたらしいんですよでそれでもう本当に休会って形で3年間は空手やらせて、じゃあ本当に高校時代は空手の試合には出てなかった？そうですね、全く出てなかったですね、でそれで本当に急に呼ばれまして、11月も終わって、でそしてもう自分からしたらまあすぐ来年3月にまた大会がこのあると11月に言われまして、でも大人の部なんですよ、で自分まだその時高校3年生でちょうど3月1日に石川高校卒業したばっかりなんですけど、
出れって言われました大人の部にいやいやといやいや3年のブランクもあるそうそうそうで素手す足なんてまだやったことないですし、はい、で出されましてで、まあ、そこで奇跡のベスト4に入りました。おお、すごい。この時も倒されたんですけど結果的に言うと、もうでそれでもあのちょっとまた空手界に戻って、うん、一躍ちょっと有名になりまして、うん、でやっぱ有名になるって気持ちいいじゃないですか。よし空手頑張ります。集中して頑張りました。はい、でも先生もすごいですよね。3年間自由にさせてて、そうですね、やっぱ小学校から見てて、もう本当に自分なんか親もそうなんですけど、先生のことすごい信頼してて、はい、すごいいい先生ですね。へえ、すごい。なんかいろんな人とのつながりがあって、今、ね、ずっと空手をされてるのかなっていう感じが受けたんですけど。あ、そうですね、自分も引くつながりっていうか人脈を広げたいってずっと思ってるので、本当に今日またこういう機会を与えてくださいまして、本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。先輩ありがとうございます。先輩まあちょっとここらなんかなんか締めみたいになってますけど、一応これからがちょっとね、うんうん、本格的なちょっと、はい、話をしていくので、うん、でテラさんはあれですか、空手の指導員で、はい、あの何ですかね、生活してるわけではないですよね。そうですね、まあちゃんと仕事もしておりまして、はい、でまあ職場が恩納村にあるんですけど、ホテルムンビーチの方で、はい、宿泊部宿泊課のフロントをやっております、はい、どんな仕事ですかフロントって。そうですね、まあ基本やはり窓口になるので、このホテルの、はい、まあ、それでまあお客様にやっぱどう喜んでいただくかを一番考えながらお客様と対応して、はい、まあ、気持ちよく本当にこのホテルで泊まって帰って見送るまで、もうチェックインからチェックアウトまでやっぱり笑顔で、はい、返すようにしてますね。フロントってあれですか、なんかギャグではないですけど、はい、なんか ゲーとかやったりします、たまに。いやーもうあれですね、小学生にも敬語使ってますそんなことできないですね。そうですね、いらっしゃいませと。あ、話聞いてるかぎりなんかもうひょうきんいやでもまあ飲み会は楽しいですよ。まあ普段と違う皆さんの一面も見れますし。あ、でも敬語とかがずっと今まで使い慣れてて、うん、まあ、お辞儀とかもね、やり慣れてるんで。そうですね、やはりそこはなんかなんていうかな、もう入りやすかったっていうの。そうですね、特にあの言葉遣いで怒られることはなかったですね。やっぱそれも、まあ、空手やってたからっていうのもあって、はい、で多分入ったら一応はそれで研修とかみんなあるんですよね。はい、ありますね。でその時もじゃあそういうなんか作法みたいな感じのは別に。あ、そうですね、特にクリアみたいな。あ、そうですね、特に言われなくて、まあ別にまた声も小さいわけでもなかったので、まあいろいろ指摘もされつつ、その指摘をすぐ吸収して、うん、はい、もう今では、まあ、最初はやっぱり丁寧な言葉を喋るのが難しかったんですか。あ、そっか、男同士のこのいかついなんかオスみたいなのを。そうですね、どうかされましたかみたいな。空手側オスって言えばもう外国人までにも通用するので、はい、オスだけで盛り上がったりするんですけども、挨拶はオスのみなんですけど、なんとかでございまして恐れ入りますが、なるほどなるほど、綺麗な言葉を使おうとしてちょっと言葉が詰まってしまうってのはありますね。ありますね。はい、入って初めにとても大変と思ったことはあります。そうですね、大変と思ったのは、まあ、やっぱり何ですかね、どうしたらこのお客さんが喜ぶんだろうって考えた時に、うん、やっぱりまあ普通の対応してても普通なので、うん、やっぱり自分たちからしたらやっぱリピーターを増やしたいっていうのもあるので、うん、はい、まあ、そういうのをちょっと深く考えるって思うと、まあ、今でもやっぱ難しいな、うん、大変だなと思いますね。本当にね、お客様も様々ですからね。そうですね、同じサービスをしてもやっぱり受け取り方も違うんですし、はい、でもすごいですね、うん、なんかどんなして喜んでもらおうかって考えるのがすごいですね。この考えるようになったのを聞きたい。どうやってなそう考えたいというか。ああ、そうですね、うん、でもやはりこれもまあ上の人にやっぱそういう風に考えた方がいいよって言われたのもあるんですけど、あ、
まあ、やっぱりなんですか、今言ったようにやっぱり同じこの人は喜んでくれたのに、うん、同じようなことしてこの人は喜んでくれなかったっていうのもあるので、うん、でそれでまたあじゃあやっぱ人によってこの対応の仕方も変えないといけない、うん、じゃあこの人はどうやったら喜ぶんだろうっていうのから考え出して、まあ、考えすぎるとまたパニックになるんですけど、この考える前と考えるようになってからどっちの方が仕事楽しいですか、うん、あでもやっぱ考えるようになってからですね、考えるようになってから、もう、まあ、本当に考えてない時は本当にもうただお客さんの荷物を持ってお部屋に案内して、うん、でお客さんが聞かれたことに普通に答えるだけだったんですけど、はいはい、うん、そうですね、お客さんはやっぱどうやったら喜ぶかなっていうので、うん、はあ、いろいろ考えてますね。でも本当に何万人と相手にするので、あ、なんかその何ですか、そうエピソードみたいなのあるんですか、こう自分がこう考えて喜んでもらえた、ああ、そうですね、これが嬉しかったみたいなのあるんですか、まあ、やっぱり基本なんですかね、難しいんですけど結局、まあ、やっぱりクレームとかもあるわけで、やっぱそのクレームに対応の仕方で、うん、このお客様がやっぱチェックアウトするときに、いやもうありがとうございましたとこのように対応してくれて、うん、だから本当に、まあ、イレギュラーが起こってからの、あ、なるほど、なんですかね、イレギュラーが起こってですね、本当に私はサービス業多かったので、はい、あの空港で働いてたこともあるので、クレームってやっぱり多いんですよ、はい、もうクレームって実はあのチャンスでもあって、あ、そのお客様を喜ばすことができたらリピーターになってくれる可能性がすごく高いっていうことで、はいはい、もうクレームどんどん受けなさいって私も言われてもう一時期クレーム処理ぐらいの感じをさせてもらってたんですけど、そうですね、これやっぱりね、その方があの喜んでくださったりとかするとすごく嬉しいですね。嬉しいですね、やっぱ本当に帰りがてらにお世話になりました、ありがとうございますと、やっぱ本当にクレームの対応の仕方でやっぱそのまま怒って帰られるお客様もいるので、やっぱそういうのを見るとやっぱもっとああいうことができたんじゃないかなとかいろいろ考えるんですけど、本当に言った通りのクレームがあってからの対応の仕方ですね、はい、自分こう見えて結構クレーマーなのでしかもあの伊勢谷市の場合貯めてからのクレームですかね、自分貯めてクレーム貯めるクレームがあるの最初はあんま仕方ない、ああ。なるほど。ってで次、あ、まあ、しょうがない、もうこの子はしょうがない仕方ないからしょうがないが違うなになってでここで2段階上がりましたその次にあって、もう呆れて一回終わるんですけど、一回出るんですよ、出た後にあやっぱあいつ許せんな戻ってきた時に一気にもう、ああなるほどなるほど、もうクレームを、小出しにしてくれるクレーマーさんはいいんですよ、こういう風に貯めて一気に言う、はい、悪いパターン特にまた帰ったと思って戻ってきた時の恐怖ですよ、あなるほど、あれ何かしたかなみたいな、ね、きっと歩くのも早いんですよね戻る時は一旦安心さしといて、安心さしといてでもやっぱり言ってくれる方がいいんじゃないですか、そうですね、サイレントクレーマーとかってやっぱ、うんうんうん、リピーターにはならないでしょ、全然ならないですね、もうこのホテル来ないっていうのもあるじゃないですか、心に思って帰るだけだからね、はい、また行ってまた次来てもらった方がいいよね、絶対そうなんですよね、でそこがまた改善点だったりするじゃないですか、ホテル全体の、そうですね、意外となんかクレーマーって嫌だけど逆にね、会社を良くするそうですね、そうその通りですね、だから自分はこれからもどんどんクレーマー会社のためにも結構言うのかな言っていくのでそう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 、いやなかなか自分はあるじゃないですか、人に対してアクションを起こさないタイプじゃないですか、だからいつもサイレントサイレント我慢に我慢してだったらサイレントクレーマーだった、それで最初はいるけど最後でやっぱり最後やっぱ行きたいところはもう行ってしまうんですよ、もう行きたくないところだったらもうどうせ来ないからいいやんなるんですけど、冷静なクレーマーが一番怖いです、まだ感情的になってる方がどうにかできるんですけど冷静だとちょっとね相手も考えるからそうなんですよ、言い返してね、ちょっとした間違いにすぐつくのでだあのテレアさんの中でこれやったら絶対喜ばれるっていうベスト3あります、これはベスト3喜ばれるまあそうですね、まあ、まずは飲み会の盛り上げ方でもいいよ、そうですね、飲み会の盛り上げ方で言いますとまずモノマネができるとかですかね、でまああとは
まあ、よく喋る。そしてよく飲む。やっぱね、会社でもね、こういう親睦会とかでもね、やってると社員で仲良くなって、会社の雰囲気も良くなるので、どうなんですか、そこら辺。いや、本当に飲み会は大事ですね。あの、なんて言いますか、まあフロントの宿泊課だったり、やっぱレストランの料飲関係、うん、でまた客室清掃するハウスっていろいろあるんですけど、うん、でやっぱり職場で一緒じゃないので、うん、あんまりやっぱすれ違っても挨拶だけで喋れないんですけど、うん、でやっぱこういうフロントとじゃあレストラン関係者の飲み会とかを組んで、うん、飲み会に行くと、まあやっぱ本当に顔見知りではあるので、うん、でそこから喋れて、でそしたらもうレストランのわからないこととかも職場で聞きやすくなります。やっぱり一度飲み会で話してるの で、ね、これ気になってたんですけどって言ったらやっぱ喋りやすくなって、やっぱ飲み会って大事だなと思って改めて思いますただ飲みたいわけではないちゃんとプラスになるような飲み会を週に5回ほど結構多いですね。そんなに仲いいんだね職場のね。はい、もうすごいもう、本当に忙しくて嫌な時もあるんですけど、本当に職場の仲間だってすごいいい人たちしかいないので、本当に楽しいです。もともとそういうサービス業かな、なんて関わってみたかったとか、なんかそうですね、やっぱ人と接するのが好きだったので、あ、まあ、やっぱ大学でもすぐ友達も作りたいとも思いましたし、で今度友達の友達とかにもやっぱりつながりあって、あ、はい、もうやっぱ人とつながっていくのが楽しいなと思いますね。すごく前向きですね、常にね。いいですね、人とつながりたいっていう、どちらかつながりたくないよな、つながりたくないよどちらかというとほっといてって感じな。ほっといて。よくあの飲み会とか行った時に、やっぱ誰か一人、ね、一人ポーンってやったら話振ってくれる。そうですよね。ああいうの一番迷惑なタイプなんで。じゃあ私迷惑な人かもしれない。モアイってゲームしてるんだからね。ゲームして、で職場の飲み会行っても一人で勝手に定食頼んで食べてる。がっつり食べるんですね。夕飯かっていうな。自分のペース崩したくないし、ね、崩したくない、ね、そこら辺だから本当にいいなと思いますね。いいね、積極的に関わる。お職場が楽しいっていうのが一番いいね。うん、本当に。あ、今後あれです、もっとなんかやりたいこととかってあります？うん、そうですね、やりたいことですか。まあホテルにしろ、まあ空手にしろ、うんうん、あ、今はもうこの2つしかちょっと頭になくて、うん、まあ、この2つを今できる限り一生懸命頑張ろうって思いますね、うん、体が壊れるまで、 で体が壊れてから壊れたなりの何かをやる、壊れたなりの何かを。だって今現在も沖縄無差別級のチャンピオンなんですよね。そうですね、ちょうど去年、うん、優勝しました。あとこれ告知になるんですけど、うん、大丈夫ですか？はい、ぜひぜひ。はい、ですか。ちょっと告知になります。ちょうどいいので、ね、あの今月のですね、はい、あの3月20日に那覇市民体育館アリーナで、はい、第23回の全沖縄県空手道選手権大会が行われるんですよ、はい、でまたこれはもうあの、まあ、沖縄だけじゃなく県外からもたくさん、おすごい、はい、来まして、うんうん、でそれのトーナメントなんですけど、こちらも無差別級 でまた下は幼稚園から小学校6年生まで、はい、で一般の女子と一般の男子に分かれて試合を行いまして、まあ、よろしければチケット前売りは2000円当日2500円、ファミリーマートやローソンでも販売してますよ、ね、お金を出してでも見たい演舞が見られるということでね。そうですよ、僕が頑張ります僕のあの足の上がらないテレビ放送も一応あるの？そうですね、こちらあの沖縄テレビ放送さんにいつもお、ね、あの頼んでもらいまして、で、ま、テレビまたこの1ヶ月後ぐらい4月ぐらいに1時間番組で放送されるので、だから、ま、試合の決勝戦、各小学生の決勝戦と、はい、一般男子はだいたい準々決勝から、はい、試合 の、 あの実況解説付きで、はい、放送しまして、
なので、まあ、優勝すると同時にテレビに長く映れるっていう特権、うん、芸人さんみたいな若手芸人みたいなんですよ。そんだけ知名度がある大会なんでね、うん、うん、すごい。でもうね、見に来てこの席に座ればずっとテレビに映ることができる席も自分知ってる。そこのメリアさんに聞いたら分かります。そうですよ、2000円でテレビに映れるっていう、ね、テレビに映りたい方はできる。これはやっぱり友達に紹介すると、友達は今まで見たことないんですけど黄色い無地の洋服で来ました。もう試合より目立ってる。一番前の方に座ったんですか。ダメな色とかはないんですね。あ、特にないです。よろしくお願いします。これなんかあれですか、なんか詳細があればお問い合わせ先とかっていうのもあります？あ、そうですね、コンビニでもチケット買って、コンビニもしくは当日券、当日那覇市民体感アリーナで、はい、行っていただければまた10時から開会式が始まるので、いつでも大丈夫ですね。テレビで見るよりはもう実際生で見た方が本当に、そうですね、やっぱ迫力があるので、本当に毎回盛り上がる大会なので、はい、ちなみにさっきもちょっと聞いたけど、要は倒したら相手が、まあ、倒れて起き上がれなくなったら勝ちだとは思うんだけど、はい、それ以外なんか空手の勝ち負けがよくわからないですね。そうですね、まあ、一番わかりやすいのがやっぱり一本勝ちで、相手が倒れて3秒以上経たなかったらもう強制的に終了なんですけど、で、またもう一つはまた技あり、ちょっと顔バーン蹴られてフラってなって、まあ、倒れるまではいかなくてすぐ元に戻っても、やっぱ審判が5人いるんですけど、審判が旗を上げると技ありになりまして、でそのまま技ありの状態のまますぐ時間が過ぎていって終わると、やっぱり技に取った方が優勢勝ちになります。審判5人のうち1人でも上げたら技あり。そうですね、3人ですね。あ、3人上げたら、ね、3人以上から技ありが認められまして、今のはフラットなのか何なのかっていうのはもうその審判の判断、自己判断ですね。だ、綺麗にもらってももらった人が普通にしてたら技ありにならない。そうなんです、はい、思いっきり強いのバーンって受けても全然大丈夫だった。そのまま普通にやってて審判の目からして大丈夫そうだったらもうそのまま続行で、聞いてないみたいな、トリオさんは打たれ強いって言ってましたけど、もしかしてそれかもしれないですね。僕もそうですね。どうですかね、まあ、顔ちょっと顔がですね、顔の面積がちょっと長いのでよく見えない。顔がちょっと細長い、人一倍長いので。そうですか。そうですね、もう写真とか撮っても同じ位置でいいのにちょっとした遠近法でいつも写ってしまうので、よく顔を蹴られるんですけど、まあ平気な顔して、でもやっぱ試合ほどは口から血流してたりして、やっぱり開けられてたんだとかも思うんですけど、でそれでも結局技ありもなく、お互いこう試合時間が3分2分2分なんですよ、この延長戦までありまして、で本戦で決着がつかなければ、まあ本当にこの優勢さを見るんですよ、ね、お互い技あり一本もなければやっぱりどちらが優勢だったか、もう K-1 とかでも最終的にはそういうジャッジになるんですけど、で優勢な方に旗が上がって3本以上その人に旗が上がったらその人の勝ちなんですよ。じゃあもうドロー自体はないですか？本戦でもう本当に一緒だなと思ったら引き分けもありまして、でそれでまた延長戦2分やって、でそれでもまた延長になるとまた最終延長2分になるんですよ。でこれで決まらなかったらじゃんけんする。じゃんけんは難しいですね。あ、でも必ず決着がつくまでじゃないですか。そうですね、でもしくは階級別だとそうなんですよ、もう引き分けなしのラストジャッジでどちらかに必ず旗を上げないといけない、でもしくは無差別ですと体重判定、体重がやはり、はい、まあ、重い方が有利なので、それでやっぱ引き分けになりますと、まあ、7キロ差あると、この軽い方が勝ちなんだ、はい、あ、じゃあテレアスそこら辺有利っていうことですか？そうですね、自分もそれで無差別に出た時は、はい、もうこのジョナタンに倒される前の試合で、はい、187の95キロの人とやって、で体重判定で勝ったんですよ。その分やっぱ7分間戦い続けたので体のダメージがすごくて、ジョナタンにとどめをさせました。187-95ってすごいよね。怖かったです。考えただけで、まずなかなか練習相手としてもいないですか？いないです。187って、すげえな。ちょっともっともっと聞きたいんですが、ちょっとここで一曲お届けしたいと思います。ですね、今日はカテカルサトシさんのナンバーから伝説のチャンピオン、闘牛ソングをお届けいたします。はい、はい。
この番組はうるま市グッジョブ連携協議会の提供でお送りしております。先ほどお届けしました曲はカデカルサトシさんのナンバーから伝説のチャンピオンをお届けいたしました。はい、はい、引き続きですね、あのテリアさんの方に、はい、まあ、空手のお話などもね、はい、聞いていきたいなというふうに思いますけれども、はい、はい、改めまして空手家、元中量級チャンピオンのテリアさんで、現在沖縄無差別級のチャンピオンでございます。はい、いやだからもう今さっきの伝説のチャンピオンというタイトルにピンときましたこういう風になりたいなこれちょっと紹介したいと思って、はい、いい曲でありがとうございます。ありがとうございます。で改めまして、あの先ほどご紹介いただきました、大会のお知らせもお願いいたします。はい、そうですね、今月3月20日に、第23回、全オープントーナメント空手道選手権大会が行われます。はい、まだ前売りチケット2000円、当日はチケット2500円、前売りですとファミリーマートやローソンなどで購入できますね。はいはい、でまた午前10時から開会式那覇市民体育館アリーナで行っておりますので、まあ、よろしければ足を運んでいただければなと思います。はい、そしてまたこれですね、来年の来年沖縄で4年に1回の世界大会の開催地が沖縄に決まったんですよ。でそれの代表選抜戦にもなってまして、すごい、これで優勝した人が、そうですね、あの来年の世界大会の出場権も得られるということで、じゃあもう皆さん力入ってるんですよね。そうですね、もう気合入ってで、それでやっぱりまあ県外からもその出場資格を狙ってるということで、日本代表になるために、はい、で実質上もう日本代表を確定している2名の選手も出てくるんですよ。確定してるのにね、いいじゃんって感じですけどね。ただこの大会で優勝というタイトルを掴みたいということで来るので、相当ちょっとレベルの高い大会が予想されます、ね。でやっぱ僕らも沖縄の大会なので、やっぱり県外の選手に取られたくないので、そうですね、はい、本当に頑張りたいと思います。どうですか、あの、まあ、体の仕上がり具合といいますか。そうですね、自身のほどは、まあ、特に、まあ、問題はないです。残り問題はもう仕上げて仕上げて、はい、お酒飲んで仕上げてこれが不思議だなと思いますけどよくなんか試合前とかも禁酒とかしてるね、いかにどうブヨブヨした体とか、あ、重要です。でも一人一人やっぱり体が違うように、あの、本当にそうですね。ね、それぞれの、あの見どころもあると思いますので、ぜひぜひ皆さん応援に、テリアさんの応援に行っていただきたいと思います。3月20日は、はい、那覇市民体育館アリーナの方で、はい、午前10時から試合が始まるということです。全沖縄県空手道選手権大会でございます。はい、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。前売りチケットが2000円、はい、当日は2500円となります。はい、ファミリーマート、ローソンなどでお買い求めください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひぜひ、あのこの試合勝ってですね、また番組の方にお知らせに来てください。ぜひ、あの来年 の, あの出場権取りますか。そうですね、またテレビ放送で長く映るという報告しにまたお待ちしてますので、ありがとうございます。ありがとうございます。あとテレヤさんからですね、あの空手指導してもらいたいという方は、極真会館沖縄県支部うるま緑町道場の方で指導員もされてますので、ぜひぜひこちらの方も ね、うん、ね、お越しいただいて、あの、はい、場所的にはアゲナ の, あの、うん、ビッグワンの2階の方に、わかりやすい、はい、あのそれなので結構道場生も多いので、うん、あのビッグワンに買い物ついでに、はい、せいせい聞こえて、おそおそ聞こえてチラッて見て、そうですね、それで結構子供お子様の入会も、あ、見学とかも大丈夫ですか。もう全然大丈夫です、もう見学いつでも、はい、もう稽古がまた月曜日と水曜日と金曜日にありまして、月水金、はい、子供の時間が6時15分から、はい、あ、じゃあ今日もこの後、そうですね、今日もこの後また稽古行ってきますので、ぜひぜひ、あの実際にテリアさん見たい方、また指導されたい方も受けたい方はですね、はい、あのビッグワンの2階の方に足を運んでいただきたいと思います。ありがとうございます。あっという間にちょっとエンディングのお時間が近づいてきたんですけれども、前田さんの方からも少しご紹介を、はい、お願いいたします。はい、はい、じゃあ、自分の方から就活サポートでやるからですね、就職相談会の開催お知らせです。はい、はい、就職相談会、3月18日金曜日ですね、はい、時間の方午後1時から午後6時なんですけども、はい、赤の公民館の方で、はい、就職相談会の方開催いたします。
あのもちろん、まあ、相談の方無料で行いますので、はい、で、まあ予約制となってますけども、無料託児の方もありますし、はい、あ、まあ、この相談会の参加自体も予約制ですね。あ、もう完全予約からですね、はい、事前の方に、はい、まあ、予約優先ということで、優先、はい、当日も空きがあれば、受け付けるんですけど、基本的には予約優先で行わせていただきますので、はい、はい、連絡先の方が 098-923-1507 098-923-1507、 就活サポート出会えるまでよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。そしてモージャーからのテルヤさんに、まあ、応援メッセージというか、まあ、友達なんかちょっと変なっていうのはあると思うんですが、よろしくお願いします。改めまして、おっす、おっす、おっす。最初やっぱ地元にこんな身近にもう日本チャンピオンがいるってことはなかなかないと思うので、まず基本うるま市石川のまた誇りだと思いますし、こうやって空手とかっていうのをまた優勝することで、この沖縄県とか日本世界にまた広める人になっていってほしいなと思ってます。はい、おっす、ありがとうございます。いい言葉いただきました。それをじゃあ受けてラジオを聞いてる皆さんにメッセージお願いしていいですか、テリアさん。はい、そうですね、これからも、まあ、仕事と、空手の方を両立いたしまして、まあ、皆さんに沖縄、まあ、そうですね、もう本当に沖縄代表として、はい、いろいろ、空手の方も広めていきたいですし、はい、またよろしければ恩納村のホテル文筆の方も、はい、とても綺麗なホテルでございますので、皆様どうぞ泊まりに来てください。さすがお仕事の方も忘れておりません。そして磯谷氏、今日どうでした、あの空手家がいらっしゃったんですけども。空手家、そうですね、うん、自分も、中学校空手やってたので。そうだったんだ、サッカーだけかと思ってた。あ、さ、部活終わって空手もやってたんですよ。まあ、自分はまあ、はい、さっき言ったように途中でやめた。あ、自分はもともと組手が好きだったので、で、まあ、ちょっと肩が嫌で、自分の道場は肩を押してるところだったので、そのままやめて、で、中学受験とともにやめて。でもまた大人になって、この試合とか応援に行ったら、またやりたい熱が出てくるかもしれません。今からでも全然遅くないです。組手だけだったらまだやりたいかな。そんなもんでスタートできるんだ。はい、もう全然大丈夫です。はい、あの先ほどね、女性の方もいらっしゃるって言ってましたけども、あ、はい、うん、あのボクサーサイズとかがあるように、やっぱり空手をさしてると体を動かしますし、そうです ね、いいかもしれませんね、はい、健康にも。でも皆さんも楽しくやってますよ、やっぱり。女子は女子部でまた固まってたりして、で、まあ、その女子部の稽古とかもあるんですよ。はい、今も本当に女子部も賑わってまして、はい、結構あの女性の方が強いかもしれません。間違いないです。ぜひ女性の皆さんもですね、興味がありましたら、はい、極真会館沖縄県支部うるま緑町道場の方にぜひぜひ足を運びください。ビッグワンの2階です。ありがとうございます。買い物の際よろしければ。はい、ありがとうございます。本日はですね、極真会館沖縄県支部うるま緑町道場の指導員です、テルヤ明人さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽しかったです。ありがとうございます。そして磯谷氏もありがとうございます。ありがとうございます。モジャもありがとうございます。マダさんもありがとうございます。はい、今週はここまでということで、はい、来週は、久高真理さん、久高真理さん、はい、が担当となります。はい、それではまた来週、バイビロン。バイバイ。バイバイ。この番組はうるま市グッジョブ連携協議会の提供でお送りしました。